これでいよいよもうオーラスですね。なんだかちょっとお名残惜しいっていう感じですけれども、はい、第6部グランドフィナーレ最後のプログラムとなってしまいました。なんだか始まるまではこうドキドキそわそわワクワクしてましたけれども、ね、あっという間でした本当にね、はい、なんか河野さんにまだまだお聞きしなければいけなかったんではないかというようなことがいっぱいありますけれどもどうしましょう。また次のお楽しみで。うわ綺麗ですね。あのもあの陸上からですね、はい、会場へあの展開して、ええ、あのスターマインも一番豪華なスターマインですから。ワクワクですね本当に。でも今の第5部だけでも随分楽しませていただきました。 すね、はい、すごい。ではしばらくお楽しみいただきたいと思います。特別番組ラジオで花火ラジオシティ中央 FM 東京湾大花火祭2013完全実況生中継。今夜は東京湾大花火祭晴海会場にサテライトスタジオを開設いたしまして、花火大会の様子を実況生中継でお届けしてきました。そしてゲストには公益社団法人日本煙火協会専務理事の河野晴行さんをお招きして、花火の解説をしていただきながら、花火にまつわるさまざまなお話もお伺いして、見るだけでなく聞いてためになる花火としてリスナーの皆さんには楽しんでいただけたのではないでしょうか。さあ河野さん、今日ねたくさんのお話伺いましてありがとうございます。いえいえ、最後に河野さんの本日のご感想ちょっと伺えればなと思うんですけど。そうですね、あの非常に起承転結がね、はい、はっきりしてて、で、いい花火大会だったですね、はい、で皆さんも一時なりとも暑さを忘れて、明日からまた、暑さに負けて頑張ってもらっていい暑気払いができたのかなと、そういうふうに思っておりますけどね、はいはい、こう元花火師の河野さんといたしましては、はい、今日のもし参加してらしたらば大成功で、ビールも美味しいかなって感じですか。いやもうね、これ今はねこれから片付けが大変ですよ。あ、そうか。
まだまだ真夜中までかかりますね。それ終わって全部あの、工場に帰るまでが仕事なんでね。もうそれからですね。なるほど、はい、でもう明日も現場抱えてるところもありますから。そっか、じゃあ、はい、ちょっとビールも小瓶ぐらいにしとかないと。もうそうですね、もう体力勝負なんでね。なるほど、はい、それどころじゃないわけですね、はい、ただやっぱり今日のこの、はい、無事にね終わったっていうことはこれが一番の、自分の納得いくあれだと思いますけどね、うん、はい、様々な花火の種類もねご解説いただきましたけれども、河野さんの大好きな大きな玉もね、そうですね、花火大成功だったんじゃないかな、たまたま私の花火ありますけど、皆さんそれぞれがね、お好きな花火があると思いますので、ぜひそういった花火を皆さんで見つけていただいて、いろんな花火大会を見てですね、いろいろうんちくを語っていただきたい。そうですね、それぞれのね、はい、うんちくだんだん増えちゃいそうです。今日も私お名前もねいろいろ教えてもらったりなんかしたので、はい、ちょっとねうんちく語っちゃいそうな気もしますけれどもさあ河野さんは今後はこの夏はまだまだ日本全国いろいろなところ行かれるんですか？そうですね、まだ今日全国大会の審査員とかですね、はい、まあ、いろんな中継もやらなきゃいけない、まあそういって、まあ、花火の文化のね、一つの普及をすることも我々の仕事なんでですね、やっぱりそれはそれなりにしっかりやりたいと思っております、はい、審査員だとやはり今日のゲストとしてこうご解説いただくのとやっぱりちょっとまたお気持ちも違うんでしょうか？そうですね、花火師さん全部顔知ってるし、うん、親しいんですけど、その時は鬼にならないと厳しい採点をしますんでね、はい、じゃあ今日の方が楽しめました？今日はね意外と、まあ、ゆっくりと見させていただきましたそれ伺ってちょっと安心いたしました、はい、リスナーの皆さんに最後に何か一言メッセージいただけたら。そうですね、まあ、皆さんもいろいろですね、の目でご覧になったと思いますけど、どうぞ花火はですね、どんな時代が変わってもですね、やっぱり人の心に訴えるものなんで、皆さんもぜひいろんな方々と一緒に花火大会を見に来てですね、でいろいろコミュニケーションを作っていただければ一番幸せだと思いますけど、ね、そうですね、はい、今日ねいろいろ画面でご覧いただいた方も河野さんのいろんなお名前とかちょっとこう花火の名前とか教えていただいてて、はい、ちょっとうんちくかできた方も多いと思うので、この今後ね活用していただければと思いますけれども、はい、河野さん今日は約1時間半にわたりましてご解説いただきまして本当楽しかったです。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さあここでユーストリームそしてニコ生の方たちもお別れとなります。皆様今日は本当にありがとうございました。